平成13年台風第16号は2001年9月に発生し台湾に上陸した台風である。沖縄近海で長時間に渡りループを描くなどの複雑な進路を取ったため南西諸島にも被害をもたらした。進路図9月6日に沖縄県石垣島近海で発生した台風16号は当初は闘心していたが、 太平洋高気圧の壁に阻まれて進路が定まらなくなり7日7時半頃に沖縄県沖縄本島南部を通過その後8日の3時半頃に沖縄県沖縄本島中部を通過した後今度は進路を西寄りに変えて9日には遠ざかったが東、シナ海で再び沖縄本島方面へ進路を変え11日に強い勢力で再接近した 台風は9月11日から13日にかけて沖縄近海でほぼ停滞し沖縄本島や久米島、ケラマ諸島では長時間にわたり暴風にさらされた13日3時半頃に沖縄県久米島付近を通過その後台風は南西諸島から遠ざかったが東、シナ海をゆっくりとした速度で南精神するなど複雑な動きを続け 16日に台湾に上陸して熱帯低気圧に変わったが20日に再発達して台風の勢力となり中国河南に上陸して消滅した。台風が通過した7日から8日にかけて沖縄本島では中南部で300から400ミリメートルの大雨となり那覇市では期間降水量が551.5ミ、mm、リメートルとなった。また、 近海で台風が長時間停滞した久米島では、期間降水量が967.5ミ、mm、リメートルという記録的な大雨となった。沖縄本島では7日から8日にかけて暴風となり、那覇市では最大風速秒速25.4メートル、久米島では12日に最大瞬間風速秒速50.8メートルを観測した。ありがとうございます。